です。はい、で、今日は普通に僕家にいるんですけど、で、今日やりたいことは今日もね、なんか最近なんかすげえ楽しみしか言ってないんですけど、で、最近すごい楽しみなものばっかり作ってるんですけど、今日も今日すごいもん作っていくんで、なんか今までで一番すごいかもっていうぐらい、すごいもん作っていくんですけど、何かっていうと、ちょっと待って。さっきいろいろ買ってきたんですけど、この待って、これ、イクラっていう、イクラっていうやつ?なんか赤いタピオカみたいなやつなんですけど、これ味は全然違うっていうことで、今日なんかなんていうの、3日前か2日前ぐらいにスシローを食べに行くみたいな動画出したと思うんですけど、その時に行ったんですけど、イクラめっちゃ大好きで僕、その動画撮ってないんですけど、正直なんていうの、その他にもなんかいろいろイクラに合うようなやついろいろ買ってきたんで、今日はそれをたくさん作ってイクラ丼みたいな感じでちょっと食べていきたいと思います。とりあえずはい、キッチン行ってきまーす。あ、ペンターあった。で、まず、さっきスーパー行ってきたんで、今日買ってきたものを紹介するんですけど、で、今日は、本当に、イクラしか買ってきてないんで、紹介していくんですけど、で、さっき言った、この、イクラっすね、イクラ。これちゃんと北海道産みたいな感じなので、北海道には行ってないんですけど、北海道産みたいな感じで、便利だなと思ってこれ買いましたね。はい、2袋。で、次に、ちょっとこれだけじゃ足りないかなと思ったので、ちょっと瓶のイクラっていうことで、コーラじゃないんですけど、これ、めっちゃ美味しそうじゃない?これなんか、部屋に飾っててもいいぐらいっていうことで、余ったらちょっと部屋に飾っていきたいと思います。これ、はい。で、次に親子みたいな存在のサーモンですね。サーモン、人参じゃないんですけど、四角い人参じゃない。で、次に今日のメインなんですけど、この大葉、健康大葉っていうことで、僕健康にすごい健康重視してるんで、最近これ美味しく調理していきたいと思います。これをいつも通り温泉卵のポンですね。ポンで、最後にということで、今日はこのたくさんのラインナップで、今日はここにちゃんとご飯も炊いてあるんで見えると思うんですけど、ちゃんと今日はそれ作っていきたいと思いますが、とりあえず入ってきます。え、取れてるこれ。ということで、まずさ、痛いご飯作っていくんですけど、ご飯ということで、こんな感じで、僕サンタさんじゃないんですけど、なんかこんな感じで食べていきたいと思います。ちょっとだけ、あ、なんかおかゆなんだけど、これよかったよかった。下の方ちゃんと硬かった、あれみたいに見て、ほっぺんた。あ、こんな感じで、なんか寿司みたいな。はい、僕前も言ったんですけど、寿司す、あ、ぺったー。寿司のご飯すごい大好きなんで、ちょっと食べていきたいと思います。これっていうことで、今日の鶏肉、ケーキみたいだと思うんですけど、今日はこれやっていきたいと思います。お餅みたい、なんかすごい。何しよう次。ということで、刺身切り終わったんですけど、やばくね、めっちゃ美味しそうなんだけど、これちょっとこれ食べてみていい、これ醤油、はい、見て、こんな感じでめちゃめちゃ美味しそうなんだけど、これほらスイカみたいなんですけど、正直あー、惜しい。具材乗せるだけでもう完成するんで、おそらく今日は具材乗せていきたいと思います。最後に、え、取れた、これ取れてる取れてる、全然開かない、これくっさ、目ん玉みたい、すごい、何これ美味しそう。池にあるよく葉っぱを裏返したらこんな感じのやつよくあるよね、めっちゃ美味しそう。で、これ味見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 、これあーろっしゃっていうことで、なんかサーモンちょっとだけしか使わなかったんですけど、なんか誘い文句みたいな感じで、綺麗すぎてちょっと食べたくないんですけど、早速向こう行って食べていきたいと思います。綺麗に食べていきたいと思います。とりあえず向こう行ってきまーす。っていうことで、こんな感じで買ってきたんで、やばくない、これめっちゃでかいんだけど、これほらめちゃめちゃでかいっていうことで、何影があんの、ここに、何ここの影どこだろうっていうことで、わかんないんですけど、なんか申し訳程度のサーモンに、健康大葉に、大量のイクラっていうことで、これってイクラってさ、醤油っているのかな、わかんないんですけど、よく実験なしでやっても、一回なしでこれさ、見やすい、これって、うん、わかんないんだけど、すんだよね。少数剤、なんていうの、少数剤、なんだっけ、わかんない、忘れちゃった。いや、見て、こんな感じで、ジブリとかにあるモンスターみたい、これ。醤油入れないっす、これめっちゃ味濃い、やば、何これ、めちゃめちゃ美味しいけど、でもすぐ食べ終わっちゃいそう、これちょ、このサーモンと一緒に食べてみよう、めっちゃ美味しい、やばい、なんかスシロー来たみたい、すごい、ちょっとイクラ入れすぎたね、これ。うん、
やばい、メインの味噌汁忘れて作るの。ちょっと待って。はい、で、今日は普通に家にいるんですけど、やばい、めっちゃ美味しいんだけど、これ。でもね、すっげえ喉が開く。ちょっと待って。水どこにあるか知らない、ちょっと待って。ないんですけど、って言いながら手に持ってるんですけど、今。あら、美味しい。めっちゃ美味しい、やばい。なんかね、そのいつも買ってるイクラなんですけど、なんていうの、北海道みたいなやつ、あれいつも買ってるやつなんですけど、あのね、めっちゃ美味しい。やっぱりあれにして正解だった。なんか、まあ初めて食べるんですけど、なんていうの、そのめっちゃ美味しい、本当に。なんか北海道みたいな味がする。やばい、イクラがめちゃめちゃあるんだけど、これ。これ1年分のイクラ食べてる気がする。1年で1回も僕食べないので、ほぼ1年以上ですね、これ。一生分ぐらい食べてる気がする、これ。飲み物、きびだんご開けたらついてきた、これ。あら、おしい。やばいな、塩分っていう感じ。塩分が多すぎてフラフラしてきましたね、正直。このイクラさ、買うのに5000円ぐらいしたんですけど、やっぱりそれに見合った味がしますね、正直。めっちゃおいしい、やばい。サーモンのこと忘れた、すっかり。この組み合わせめちゃめちゃ美味しい、本当に。なんか、サーモンとご飯の組み合わせめっちゃ美味しい。待って、このメインの味噌汁、あのさってあれみたい。美味しい。めちゃめちゃ温まる。しかもこれしじみなんで、なんていうの、特殊な味がする。なんか、温泉街の温泉みたいな。はい。まあ、温泉入ったことないんでわかんないんですけど、僕。なんだろうね、このクラクラしてくる感じ。塩分が多いだと思う、多分。ちびっこマジックチット？間違えた。めちゃ腹いっぱいなんだけど、なんか違う。腹いっぱいなんじゃなくて、くどい。イクラはちょっとずつ、なんていうの、スシローとかのイクラ、本当に、申し訳程度しか入ってないんですけど、なんかそれはただケチってんじゃなくて、僕たちの心配してくれてた食べ。おいしいんだけどね。カレーは飲み物って言うんじゃないですか。イクラは飲み物も飲める。なんか下手したら今までで一番きついかもしれない、これ。なんかね、おえってなる。ちょっとだけ。美味しいんですけど、まだ。まだ美味しい、まだ美味しい、まだいける、まだいける。まだいけるっていうことで。だってもうなんかサーモンがさ、本当に、なんていうの？ポテトみたいな。はい。ステーキ食ってる時のポテトみたいな感じで。息抜きですね、本当に。これ一回やってみてよ。一回さ、なんていうの、大量のイクラをちょっと一回食べてみてほしいんですけど、気持ちがわかると思う。やばい、なんか、美味しさは結構圧倒的に。もうちょっと待って。毎回恒例のなんかイライラする時間が来たんですけど、こんだけ言っていきたいと思います。でもさ、普通に考えたらさ、これ結構さ、これだけでさ、あれだよね。2000円ぐらいするよね、普通のお店だと。おいしい。なんかご飯多めだとすごい美味しいかも。サーモンって親だと思うんですけど、いくらからしたら。私の子供は食べないでって言ってるかな、感じるように。口に進まないですね、いくらが。何言ってんだろう、わかんない。ちょっと待って。あら、おいしい。やば。塩辛いのかな、なんか。やばい。変なとこ触ってた。こんなもん余裕でいけるだろうって思ったんですけどね。いつも以上に手が進まない。やばい。
鶏肉みたい。うん、すごいプチプチする、プチプチ。なんかすごい救急車みたい。頭がガンガンしてきた。あのなんかかき氷を早食いしてる気分今、海だけに。イクラ保存効くらしいの。イクラって別にそんな、なんていうの、これ保存して食べれるらしいんで、今調べたんですけど Google で。ちょっとこれ今すぐ保存して分けてちょっと食べていきたいと思います。もう本当に頭痛いで、ちょっととりあえず休憩しまーす。っていうことね、さっきね、喋ったんですけど、めちゃめちゃ美味しかった。最初の辺はすごい美味しかったんですけど、くどすぎて、すごい今1時間ぐらいちょっと休憩してたんですけど、それぐらいちょっと、くどかったので、よかったら皆さん食べてみてください。ほんと味も美味しいんで、よかったらインスタグラム、ツイッターフォローしてくれると嬉しいです。ということで、もうなんもないので終わりたいと思います。